フリーアナウンサーの内田恭子が27日放送の TBS 系バラエティ特番まさかの一丁目一番地に VTR で演じし、フジテレビ時代の苦い思い出を語った。放送局を退社しフリーに転身したアナの第1号を探す過程で内田が紹介された。内田は1999年にフジに入社、04年から7年連続視聴率3冠を獲得した同局の黄金期を支えた人気アナだった。タモリの優しさに甘え、うちの親がこの彼反対してるんですってずっとタモリさんに言ってたと恋愛相談をしていたことを明かした。内田は29歳でフジを退社、女性アナを多く抱える大手事務所からの誘いを待ったが、内田には声かけはなし。内田の夫が吉本興業の社員だったため